マイケル・ウィリアム・シャシェフスキーは、アメリカ合衆国出身のデューク大学男子、バスケットボールチーム監督。同大学のバスケットボール部を四半世紀にわたって、引き、NCWA 男子、バスケットボールトーナメントで、歴代最多の勝利数と4度の優勝経験を持つ。2001年に、バスケットボール連動入り、シカゴ生まれ、ニックネームは、コーチ K。シャシェフスキーは、 ポーランド系移民の子孫である。聖のシャシェフスキーは英語の観点から綴りと読み方が一致しない難読の名前として知られており、その難読性のため世間では簡単にコーチ系とも呼ばれている。シーシェフスキー・ウィズ・コーチ、ボブ・ナイト、イリノイ州シカゴでポーランド系アメリカ人ウィリアムとエミリーの間に生まれた。ファミリーネームのシーシェフスキーは元来、 クゼフスキーで、メディアや、一般の発音がシャシェフスキー、フスキー SH、シェフスキーで、本人の発音はザゼブスキー、フスキー ZH、ズルスキーである。カトリック教徒として育ったシャシェフスキーは、シカゴのウクライナ村のセントヘレンカトリックスクールに、通った。デポール大学付属のカトリック系男子校である、アーチボルト、ウェバーハイスクールを卒業した後、 陸軍士官学校に進学。士官を目指しつつ、提督の異名で知られた、ボブナイト監督率いるバスケットボールチームでプレーした。2005年には、陸軍士官学校から優れた業績を挙げた、卒業生に与えられる、ディスティングイッシュとグラデュエートアワードを授与されている。1969年に学業を終えた後は、軍役につき、 軍のバスケットボールチームを指導する仕事を数年続けた。1974年に退役し、インディアナ大学のチームを指揮するボブナイトの補佐を務めた。また、シャシェフスキーは1974年から1980年までコロニアルヘイツ高校で数学を教えていた。1980年にデューク大学に招聘され、バスケットボール部監督に就任。 4年目の1984年に、同大学は NCWA トーナメントに進出、1986年には決勝戦に進んだ。1988年からは5年連続で準決勝に進出し、1991年と1992年にはトーナメントの連覇を果たした。以降もほとんどのシーズンで、リューク大はトーナメントに進出し、 8強に残った1998年以降は連続して16強以上の成績を残している。1999年には決勝進出、2001年には3度目の優勝を達成した。さらに2010年には4度目の優勝を成し遂げた。30年以上にもわたるシーズンで12回の NCWA ファイナル4進出、14回の ACC レギュラーシーズンのタイトル、 12回の ACC チャンピオンという成績を残している。2004年の地区優勝のプレートを掲げるシャシェフスキー1992年にはバルセロナオリンピックに出場したドリームチームでアシスタントコーチを務めた。このチームのメンバーに選ばれたクリスチャン・レートナーはデューク大学でシャシェフスキーの教え子だった。2006年には男子米国代表チーム監督として フィバのバスケットボール世界選手権に臨み3位の結果だった。2008年北京オリンピックでは8試合すべてに勝ち金メダル獲得した。さらに2010年トルコで行われた世界選手権ではケビン・デュラントなど若手を主体とした代表チームを16年ぶりの優勝に導いた。2012年ロンドン五輪でもアメリカ代表を率いて 決勝戦で前回と同様の相手スペインを下し、チームをオリンピック連覇に導いた。2014年スペインで行われた世界選手権では教え子だったカイリー・アービングの MVP の活躍もありに連覇に導いた。2016年リオデジャネイロ五輪でオリンピック3連覇に導いた。バスケットボール関連の機関やメディアより12回に渡り、 大学会の最優秀監督賞を授与されている。2001年に指導者の部門でバスケットボールで遠道入りを果たした。NBA ドラフト指名順、島本和彦監修、さらとしげ役、さらとしげ役。ありがとうございます。